はい、どうも郡山消防 YouTube チャンネルです。皆さん、コロナ禍の生活でいろいろな制約がありますが、いかがお過ごしですか？おうち時間で火災予防してますか？今年もこの季節がやってきました。じゃん。秋の火災予防運動が始まります。最近寒くなり空気が乾燥してきましたね。今回私から火災予防について3つのお願いがあります。1つ目のお願い。これから寒さが厳しくなり、暖房器具などを利用する機会が増えて火災が起きやすい季節となります。暖房器具を使用する前に次の点に注意して点検を行いましょう。暖房器具にホコリなどが溜まっていませんか？暖房器具本体に損傷はありませんか？電源コードや延長コードに損傷はありませんか？暖房器具をしっかり点検し、安全に使用しましょう。2つ目のお願い。皆さんのお宅には住宅用火災警報器はついていますか？火災から大切な命を守ってくれるものですので、必ず設置しましょう。機器のバッテリーは約10年で交換の目安となりますので、設置済みの方は点検し、作動確認をしましょう。正常です。作動よし。3つ目のお願い。屋外でご家庭や事業所のゴミを燃やすのはやめましょう。煙や悪臭により近隣住民とのトラブルの原因になるほか、ダイオキシンなどの有害物質を発生させ健康に悪影響を及ぼすなど、火災や大気汚染の原因となります。これらの行為は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。違反した場合、懲役もしくは罰金、またはその両方が科せられます。さらに行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者のほか法人に罰金が科せられます。また焚き火による火災を発生させ重大な過失が認められる場合は、失火責任法により損害賠償が生じる可能性があります。これはとても危ないですね。これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすい気候となりますので、ご家庭や事業所での焚き火は絶対にやめましょう。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。私たちと一緒に火災のない安全な暮らしを目指しましょう。この動画がいいねと思った方はグッドボタンをお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。次回もお楽しみに。